大谷翔平が2年ぶり2度目のシルバースラッガー賞を受賞 MLB は9日日本時間10日にアメリカンリーグナショナルリーグの各ポジションで最も優れた打者を選出するシルバースラッガー賞を発表したエンゼルスからフリーエージェントになった大谷翔平投手はア・リーグの DH 部門で2年ぶり2度目の受賞を果たしたアストロズのヨルダン・アルバレス外野手との一騎打ちを制した ナ・リーグの外野手部門で最終候補に入っていたカブスの鈴木誠也外野手は初受賞を逃した大谷とアルバレスが打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞の DH 部門で争うのは3年連続だった2021年は大谷が初受賞し2022年の勝者はアルバレスだったこれで大谷が勝ち越した形だもっとも最強 DH を争うエドガー・マルティネス賞は大谷が21年から2年連続で受賞している 今季で3年連続に伸ばすことはほぼ確実だろう。大谷は今季44本塁打を放って日本選手初の本塁打王に輝き打率3割4厘95打点 OPS 出塁率プラス超打率1.066はメジャートップだったアルバレスは規定打席に到達しなかったものの31本塁打打率2割9分3厘97打点 OPS990。 堂々たる数字を残したが相手が悪かった今後の注目はベートーブ時間16日午後6時同17日午前8時に発表される全米野球記者協会 BBWAA 会員の投票で選ばれるア・リーグ MVP3 年連続で最終候補に入った大谷の受賞は確実視されており史上初の2度目の満票受賞が期待されている。